チャッ。皆さん、はい、今ちょっとね、ちょっと待ってね、はい、謝らして、はい、すみませんでした。あの和田というね、人的保障ということを先走って、まあ、動画に上げましたけども、これがちょっと変わりました、はい、これなんで変わったのかちょっとわからないんだけども、うん、あの貝野というね、うん、素晴らしい投手と、まあ、和田も素晴らしいんだけども、変わりました。この経緯とすれば、おそらくプロテクトされてる人間がちょっと情報漏れしてるんじゃないかなっていうような、そんな感じもするんですよね、うんうん、こういうことってあるんですか今まで。いやー、これあっちゃいけないとは思うんだけども、はい、まあそのされてないんじゃないかなっていう憶測では、おそらくまあマスコミも出さないと思うんだよね。だから確固たるそういうものがあって出したと思うんだけども、まあ、なかなかそのこれが違ったということはね、まあ、仮にその和田の功績とかソフトバンクに対してのね、まあ、ファンの反応とかもすごくこう強烈なソフトバンクをね、なんて言うんだろうな、確かにこう、まあ、うちらの動画出した際にでも、もうちょっとありえないとか、うん、こう和田投手に対しての、はい、もうソフトバンクファン辞めるとか、そうだね、かなりこうお叱りのファンの方も多かったなっていう印象を、いや、まあ、かなりあったよね、はい、だからまあそういう反応を見たのかなっていうような気もしないでもないんだよね、うんうん、だけど、まあ、貝野はね、まあ、素晴らしいコメントを出してる、まあ、ソフトバンクには本当にお世話になったと、でも西武に行けることを本当に心より幸せに思うというようなね、コメントを、本当に立派なコメントを出してるんだけども、なんか後味が悪いよね。そうですね、これはね、はい、やっぱこういうことはこう憶測であまりやらない方が、まあ、いいというかね、まあ、ある新聞社が出してたわけだけども、はい、それが違ったということは、まあ、大変な、ねことだよね。貝野という投手が西武に入ると、まあ、よりその中継ぎ陣が強固になるというね、はい、まあ、そういうことも想像できるし、うん、増田だっけ、そうですね、増田がちょっと疲れを感じるということから考えるとね、まあ、非常に抑えを誰にしようかというね、ことで悩んでる時に、まあ、貝野なんかはボールに力もあるし、まあ、非常にハマってくるかなっていうような感じがするよね、うん、2023年シーズン46登板はい、して、まあ、3勝1敗と、はい、でホールドが8、はい、あ、ホールドポイントは11ですね、はい、ということで、まあ、中継ぎで主に使われてたというか、うん、やっぱ速球のイメージじゃない、ね、まあ球力あるよね、はい、まあ、先発は結構西武は足りてるんで、うん、まあ、竹内もねドラフト1位で入って、あの先発候補だろうし、で隅田が成長した、うん、でまあ、平とか高橋光成、今井、もうこれ結構いるんだよ。だから中継ぎのその補強っていうのを誰にしようかっていうね、まあ、そこに着手したんだと思うけども、貝野なんていうのは本当素晴らしい投手を取れたなっていうね。で環境が変わってもうちょっとチャンスをもらえると、もっと力を発揮していく、いきそうな感じもするし、だから非常にいい人的保障かなっていうふうには思うよね。でもドラフト1位のその貝野という選手をね、はい、やっぱプロテクトから外さなきゃいけないとい う, これは非常に辛いよね、ソフトバンクの方もね。でも山川も前の動画で言ったけど、まあ少し救われたかなという感じもするよね。やっぱ和田が行くって言ってなるとさ、なんか多大な迷惑をかけたっていう気になるけども、だから貝野が行くっていうことになると、よりチャンスが多いところに、まあ、行けるのかなっていう、中継ぎではね、先発ではなかなかチャンスはないと思うけども、はい、あの中継ぎでは非常に使い勝手のいい投手だし、はい、まあ、力もあるし、あの非常に抑えるイメージというのはね、湧くよね。やっぱりピッチャー行ったんですね。やっぱ抑えの部分っていうのがさ、はい、まあ、増田がね、うん、やってたけども、まあ、昨年ちょっと見てるといっぱいいっぱいになってるかなという感じはするんだよね、はいはい、で、まあ、今年はまだ分かんないけども、まあ、だけど貝野というね投手がいるとすれば抑え候補になってくるだろうし、まあ、そこら辺で の, その力を発揮してくれると、まあ、非常に西武としては、まあ、一つの安心感を得られるということになるのかなというね、まあ、そんな感じがするよね、うん、そうですね、やっぱり豊さんのコースの中で9回抑えのイメージですか、はい、まあ、抑えの候補が他にいるんであれば8回でもいいし、はい、だからあの田中正義が日本ハム行って抑えにはまったように、まあ、そのぐらいの力は甲斐野は十分持ってると思うんだよね、はい、
だからそういった意味では8回でもいいし9回でもいいしっていうような、まあ、想像はつくんだよね。だから僕個人的にはファンとしては甲斐のかっていうこうそうな厚さを、うん、ソフトバンクが、まあ、和田さんの話もあったと思うんですけど、はい、やっぱ層がすごい厚いんやなっていう。まあ厚いんだろうね、うん、ただどうなんやろうな、誰をプロテクトしたかっていうのが分からないから、これはねなかなか、だから甲斐野がなぜ外れてたのかっていうのが分からないけども、まあやっぱり西武の、あのソフトバンクの中ではバッター野手を取るんじゃないかっていうそういう駆け引きの方が強かったんじゃないかなっていうような気がするよね。和田っていうのはやっぱこう前の動画で挙げたようにやっぱ若手の見本になってくれるし、やっぱ左ピッチャーということからすれば西武も隅田とか竹内だとか佐藤だとかいい左ピッチャーが育ちつつあると思うんだよね。そこの先生というかさ、そういうことを思ってだったと思うんだけど、誤報の記事だとね。まあ、だけどなんていうの、甲斐野だとさ、やっぱそれじゃなかったら甲斐野を抑え、だからそういうのはやっぱこう的確なのかなっていうような感じはするよね。ちょっと前の動画でもコメントにあったんですけど、この人的保障の制度自体は見直すべきじゃないかっていう声もあるんですよね、うん、この辺は豊さんどうお考えですか。もうそろそろ変えるべきじゃないかと。いや人的保障がいるかなっていうね、うん、それはあまりにも残酷な話になる時あるしさ、これが本当に和田がね移籍してたとしたら、これはやっぱね和田に気の毒だしかわいそうだなっていうような気がしたよ。だけどまあ甲斐野はね、まあ、素晴らしいコメントを出してるし、まあ精神的には決まった瞬間に西武のね、球団にお世話になりますみたいな前向きな姿勢であることがすごく良かったなっていうふうに思うだけで、ルール的にはもう人的保障なんていらないんじゃないのかなっていうような気はするよね。だって FA の権利で移動してるわけだから、その権利を行使してるので人的保障がつく、これおかしいと思うよ。だからもう人的保障なんていうのはなくてもいいのかなっていうのは気もするよね。これ心情を考えるとね、うん、もしこれ和田さんのご家族もいるわけじゃないですか、うん、コメントにもありましたけど家建てたばかりとかもあったんですよまあそれはあんま関係ないと思うけどそういうことを考えるともう、うん、身内の方もみたいになるじゃないですか。まあ、まさかだよね、うん、いやまさかなその誤報だったから、だから俺もびっくりして、ね、すぐ動画にはしたけども、でも甲斐野で良かったとは思わないけども、やっぱり選手とすれば甲斐野なんていうのはチャンスももらってたわけだから、ソフトバンクでね、やっぱり心情穏やかではないと思うよ、この時期に移動するっていうのは。ただやっぱりこうやる気だけはあるという、やっぱ西武とすれば、はい、やっぱ考えるよ、すぐちょっと中継ぎが手薄かなっていうようなところから考えると、いや俺にも絶対チャンスがあるみたいなね、前向きにすぐ慣れた、まあ、それが良かったけども、だけどやっぱこう非常なね、そういう移籍っていうこともこれからも考えられるしね、だからこれは少し制度を、まあ、人的保障するにしても、例えばプロテクトの人間をもうちょっと数増やすとかで、何年目以上とかそういうのは取らないとか、そういうふうにした方がいいのかなっていうような気はするけどもね。そうですね、うん、確かにチームは違いの、こう石高投手なんて2年目で広島でかかって、うん、かかったわけじゃないですか、うん、だからオリックスの色がまだついてない時に移籍して、うん、よりチャンスがもらえるかもわからないしね、はい、でも日高っていうのはやっぱ福良 GM が言ってたように、まあ、将来的には斎藤とね2枚看板でいけるぐらいの素質があったと、だからちょっともったいないけどもプロテクトしきれませんよって、まあ、言ってたんで、いやだからその枠をちょっと増やすとか、まあ、そういうことをした方がいいのかなっていうような気もするよね。それが現場にいる方の本当の心情ですよね。やっぱりね、まあ、トレードっていうのは、まあ、例えば球団に申し込んでね、いやトレードさせてください、トレードしてください、僕もチャンスがないんでって言うんだったら話は分かるけど、大体やっぱ入った球団に対しての愛情っていうのは深いんだよね。だからそこを離れるっていうのは、ましてやこの時期に和田っていうのが出てて、いや実際俺だったみたいななると、やっぱ心は揺らいでるけど、甲斐野のあのコメントの素敵さっていうのはさ、やっぱこう応援したくはなるね。
うん、頑張ってほしいと思うけど、ね、ただね、田中正義投手だったりとか現役ドラフトでありますけども大竹投手だったりとか、はい、ソフトバンクの選手がガーンとこう伸びてるそう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 っていうところはプラスにね、あ、そう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 、ね、あ、だから俺にもチャンスが出てきたっていうようなことで、うん、やっぱ確固たる地位をね西武で作ってほしいと思います。あの先走ってちょっと和田の動画を上げましたけどもね、あの会も頑張ってね応援してます。